数密書記官庁はカナダ政府の上級官僚である。正式な故障と地位は数密院書記官庁及び内閣書記官である。書記官庁は首相の助言のもとカナダにおける国王の代理である総督によって任命される。数密院書記官庁は首相に対する時間として首相に公平な助言を与えるとともに数密院事務局を担当する。 内閣書記官としては、数密委員初官庁は大臣に公平な助言を与え、内閣や委員会に与えられた助言や支援を監督する。官僚の主席として、書記官庁は他の次官たちを監督し、政府全体に対して党派に偏らない立場から専門的な助言を与える責任を持っている。両端に書記官庁経験者が映っている。 ノーマンドバートソン中英高等弁務官、マッケンジー・キング首相、ブルック・クラックストン国防相、アーノルド・ヒーニー・スー・ミツ・官長、ウィリアム・ヘンリー・リー・ウィリアム・アルフレッド・ヒムズワース、ヨゼフ・オリビエ・コート、ジョン・ヨゼフ・マギー・ラドルフ・ブドロー、アーネスト・ジョセフ・ルメール・アーノルド・ヒーニー、ノーマンド・バートソン・ジャック・ピッカース・ギル、ロバート・ブライス・ロバート・ゴードン・ロバートソン・ピーター・マイケル。 ピットフィールド、マルセルマス、ゴードン、オスバール、デストン、ポール、エム、テリー、グレン、ショートリフ、ジョスリン、バーガン、メルコップ、アレクサンドル、ヒマル、ファーブ、ケビン、ジー、リンチ、ウェイン、ワーターズ。ありがとうございます。